うも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はおすすめのアクセサリー紹介していきます。攻撃が上がるやつ、魔法攻撃力が上がるやつ、そして HP が上がるやつ、使えるアクセサリー結構ありますよね。今日紹介するアクセサリーも絶対に作ってた方がいいです。使える場所が結構あります。そのアクセサリーっていうのがこれですね。猫ひげです。見た目装備でつけてる人もいるかもしれないんですけども、これかなり実用的です。能力を見てみますと、プラス3で素早さが20上がります。素早さ20って結構でかいですよ。2つ装備すると40上がります。これをつけることによって、ダストンの素早さを、470ぐらいまで持っていくことができます。まあ、踊り子とかよりは素早さが、遅いんだけども、ヒューザ・マイユ、ラグアス・フーラ、この4人に対して、一番早く、行動することができます。バトルマスターよりも早く行動することもできますよね。一番最初にダストンで全員の攻撃力を上げて、で、みんなを動かし出すと、結構ダメージが違います。かなりおすすめです。で、この猫ひげを入手するレシピですけども、ここ、ジュレットの町のここですね。ソーニャの家、入ってください。で、ソーニャの家の本棚、調べます。そうすると、ザ・キャッツ愛蔵版。これがありますので、見てください。はい。で、これを見ましたら、あとは、錬金釜で作るだけですね。戦っていきましょう。ちなみに、レシピ以外でも入手する方法があります。その方法が、お魚コインですね。お魚コインとも交換ができます。500枚ですね。コインが余ってるならば、ここで入手してもいいんではないでしょうか。そうすると、迷宮コインの破片、これ使わなくて済むので、余ってるならば、これでいいんじゃないでしょうか。まあ、後々ね、お魚コインは余りまくるからね。倒していきましょう。敵は5体ですね。まあ戦ったことある人も多いかと思います。1体倒すと後ろから、新しく1体出てくるっていう感じです。倒すと後ろから出てきます。はい。で、ヒューザ・マイユたちよりもダストンの方が動きが早いです。なのでポンコツなリズムで最初に、全員の攻撃力を上げて攻撃を、食らえることができるので戦いやすくなります。今回は主人公が踊り子だったので先に動いたんだけども、バトルマスターだったらばヒューザーよりも、移動は後になります。なので、全員にバイキルトかかった状態で戦えるので、これ結構好きなんですよね。すごく戦いやすくなる。よっしゃあ。いいね。特にね、強くないです。もうほんと雑魚。最初の頃から倒していけるので、まあ、初めのうちに入手しておくのもいいのではないでしょうか。終わり。運が良かったですね。猫ひげゲットでーす。はい、それでは戻ってきました。入手した猫ひげは、強化値は0ですよね。なので、強化プラス3にするには4つ必要です。で、猫ひげは2つ持ってればいいと思うので、8回ですかね、合計。8回倒せば十分ではないでしょうか。まあ、素早さが上がるのは1人だけでいいので、ぜひ8回倒して、プラス3の猫ひげを2つ入手しておいてください。さすがにね、フーラ・ラグアスは素早さがあまりにも低すぎるので、この2人が、アタッカーの先に、行動するっていうのは難しいんだけども、ダストンだったらば、素早さを上げて全員の一番最初に行動することができるので、俺はすごくおすすめしたいと思います。まあ、HP もね480で、まあそこそこ耐えれるぐらいはあるので、素早さを上げてもいいのではないでしょうか。
やっぱり開幕バイキルトはかなり強いです。はい、ということでゲットしてみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。